べ、ミュートだ。やべやべ、ミュートだ、ミュート。ということでね、びっくりした人も多分すごい多いと思うんだけど、あれ、いつからだっけ？結構、あ、ま、エコーも入ってるし。去年のさ、結構ね、月曜ルートワークは、何ヶ月もずーっとやっていたから、僕もちょっと、すごく寂しいんですけど、そうなの、月曜ルートワークがね、ちょっとね、次回、またそのまた次回かわかんないけど、70万人記念耐久ルートワークにて、ラスト、とりあえずね、復活の可能性も残しつつ、寂しくね、ちょっとね、ラストということになります。そうで、月曜日の毎日像なんてって人がね、ちょっと出てくるかもと思って、月曜日の夜は、なんか面言で歌ったりとかしようかなと思います。毎週歌枠はまずなくなって、歌枠自体も、メンバーシップ、基本メンバーシップで歌ったりとか、まあ、あんまり歌わないと。その代わり、音源歌ってみたとかは、の方に、こう、注力っていうのかな？これ説明をね、ま、今ここでさらりとしておくと、僕今、ボイトレの先生が、二人いらっしゃる。でもみんなにもちょっと話をさしてると思うんだけど、その二人のね、先生から、毎週のね、歌枠は、ちょっと、難しいと思うと、二人ともに、ちょっとね、言われて、あとは、まあ、なんか、お医者さん的なとこでも、ドクターストップまではいかないけど、みたいな感じで、まあ、ちょっと、僕、耳がね、良くないんだよね、耳がね。良くないっていうか、まあ、これ以上悪くは多分なんないけど、やっぱりね、片方聞こえずにね、歌を歌って、で、なんかクオリティとかも求めながら、毎週歌うのは、だんだんね、大変になってくると思うからと。やっぱりね、耳がね、悪いと、ピッチとかがどうしても悪くなるとね、言われましてね、では、それはそうなんだけど、でもそれをなんとかするためには、普通の人以上に頑張らないといけない。で、その頑張りをもっともっとこうしていくために、ちょっとストップがかかってしまったのがあって、まあ、そこは、僕も、ちょっと、みんなと、なんか歌以外でもみんなと楽しく過ごせるし、だからそこは、先生たちの言うことをちゃんと聞こうかなと思いまして、月曜ルートワークは残念ながら、残念ながら一旦最終回になってしまいますが、その代わり、月曜日の夜ね、僕基本的にね、元気だから、元気なのね、これ元気がない、体調崩したわけじゃなくてね。だから、月曜日普通に配信するし、面言をね、毎週月曜日、まずもう面言の日にしようかなって。普通の配信もあって面言もある日にしようかなって思ってます。で、その面言で歌を歌ったりとか、みんなと喋ったりとかね、とりあえずしようかなと。まあ、月曜日ちょっと形が変わってまいりますが、その分、音源とかね、作るとき、ほんと音源いっぱい作れるように一生懸命頑張るから、それを楽しみにしていてくれたらな、嬉しいと思う。チャンネル登録します。てんてけ